こんにちは、山下雄平です。今日はですね、1分間に何回バスドラムを叩くことができるのか、世界記録に挑戦してみたいと思います。WFD によるとですね、世界記録は1034回ということなんですけども、頑張ってみたいと思います。それでは1分間早速始めてみたいと思います。いきます。3、2、1。結果はですね、706回でした。いや、もうちょっといけると思ったんですけどね。まだまだ世界の壁は遠いです。いや、でもちょっとほんまに悔しいんで、しっかりですね練習してその差を縮めれるように努力してまいりたいと思います。次回ご期待ください。それではまた。